心がとろけるような愛らしい容姿でいながら人を食ったような態度これこそ猫が人類を魅了し続けている魅力の一つだろうそんなにゃんこはよく小悪魔と表現されるが小悪魔どころじゃない悪魔のような猫が撃車されたらしいそのにゃんこ画像を見てみると「ここれは魔界猫が現れた」と話題になっているぞ黒い毛と金の瞳の魔界猫を そのニャンコは黒い毛と金色の瞳を持っている、ちょい毛の黒猫ちゃんである。黒猫には、魔界的でファンタジックなイメージがあるが、まさかそんな単純な理由で、魔界猫、認定されているはずがない。かもされる怪しさと威厳、ニャンコの耳のあたりをよーく観察してほしい。な、なんと、悪魔の角、のような何かが生えているのだ。 左右の耳の付け根から空に向かってそびえる白い角のようなもの、怪しさをかすと同時に、なんだか妙な威厳と色気さえも感じてしまうぞ。耳毛だった、お気づきかと思うが、この角は耳毛だ。立派な立派な耳毛である。しかし、耳毛とわかっていてもその魔界チックな様相に見入られてしまいそうにならないだろうかいや、むしろ萌え。 黒猫は縁起が悪い、なんて言う人もいるが、多くのネットユーザーから、なんて綺麗な猫なのこの子を飼いたい、という声が上がっている。このニャンこは、何か特別な魅力を持っているのかもしれない。